はい、皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめ関でございます。はい、というわけでポケットモンスターブラック実況プレイ始めていきたいと思います。前回ですね、ジム戦行こうと思いましたんですけど、そしたらプラズマ団が現れて、なんとベルちゃんのね、ムンナちゃんが奪われて大変なことになりましたけど、無事取り返してね、一件落着したということで、で今回はですね、やっと本命のジム戦行きたいと思います。今回はジム絶対行きますよ。もう誰も飛び出てこへんな、チェレンとかな。よし、いやーヒュンシティはどうですか、人が多くてジムに来るだけでへばったでしょう。というわけでこれを差し上げるっす。美味しい水ですね、美味しい。このジムはですね、壁を突き抜けるがテーマっす。一見通れなさそうに見え、通れそうにない3つの壁ですけど、頑張ればなんとかなるっす。なんとかならないときは床のスイッチを踏んでください。オッケー。ほんまや、いけた。おお、すごいすごい。なんかベトついてするな、床これ絶対。あ、これはアートか、アーチさんの。なるほどなるほど。おっと、ヒュンジムで、繰り広げるのはまるで芸術のように美しい戦いなのさ。芸術家ですかね、この人は。え、ピエロクラウンのジャック。そんなん言いはんねん。お、クルミルですね、レベル20。じゃあジェシーでいきます。じゃあ炎のパンチで、よし、効果抜群。虫タイプのジムですからね、ここは。炎タイプのジェシーにとってはとても好都合で助かります。不死でムカデですね、これ。よし、じゃあ、お、守る。うわ、憎たらしい。どうし、尺が15分しかないのにそういう守るとかされたらね、困りますね。おし、マジでうぜ。炎の牙でいきましょう。予想外に、毒のトゲ、あららららら、踏んだり蹴ったりですね。くそー、時間を取られるし毒にならされるし最悪っすね。お、開きましたね。このあれ、蜂蜜あるじゃないですか、これ突っ込むんはいいですけど、多分出た後べっちゃべちゃですよね。くしゃー。さあ、というわけでミート勝負してくれよ。びっくりした。クラウン、ケリーが勝負を仕掛けてきた。クルミル、クルミル、こんな可愛いのに不死でが、なんであんなに恐ろしい目つきをしているかっていうね、あれですよ。炎の牙で、あー当たらない。糸を吐く攻撃、やばいですね。毒です、炎の牙、当たらない。くそ、あれなんですよ、ジェシーの特性、あれなんか攻撃の威力が上がるんですけど、技が当たりにくいっていう特性で、ちょっと、あー当たらない、やばいやばい。当たってくれ、よし、当たりました。威力は上がるんですけどね、外れたらもう大変っすよこれ。しかも毒ですしね。石住まい、石住まい、そのまま戦いましょう。お、なんじゃこいつ、岩タイプ、え、岩、暴れるで。お、効果今一つ、連続切り、何なんでしょうこのポケモン。岩タイプかな、岩と虫じゃないですかね多分。石住まい、よし、倒しました。228の経験値、いやー結構厄介ですねこのジム。ちょっ
ょっと美味しい水使いましょうかね。もらいましたし、これですね。じゃあちょっと毒状態困りますんで、これも回復しておきましょう。毒消しを使います。でスイッチがありますね。押していきましょう。つきました。よし、こっちも押しましょう。お、両方つきましたね。行ってみましょうか。よいしょ。お、入れない。真ん中じゃないと入れない。よいしょ。お、いいですね。順調です。よいしょ。で、ここを押しまして、あ、行きます。この下行きます。よいしょ。押します。あわざわざ呼び出してくれてありがとう。感謝の気持ちを込めてポケモンの技クラウン、クルミル。お、21強いですね。よし、ジェシー行け。じゃあジェシーの炎の牙、当たらない、当たらない。当たってくれよ炎の牙。よし、当たりました。よし、はい、勝ちました。672円ってめっちゃ中途半端ですね。そう、虫ジムのトレーナーを無視するってこと面白いよ。よいしょ、押します。開きます。開きます。出ます。出れない。出れた。押します。押さない。いきます。出れます。いきます。よいしょ。まだ降りましたよトレーナー。どうだいこのポケモンジム、なんというかちょっとありえない怪しげな魅力たっぷりだろ。魅力まみれですね。特にこの体がベタつく蜂蜜の壁あー、まあ甘い匂いで、こいつらは多分頭がちょっとあれなんでしょうね。いやいや、そんなことない、そんなことないです。というわけで順調にいこうかな。炎のパンチ、熱い、下手すりゃ燃える。183経験値、クルミルを食い出そうとしてる。そのまま戦います。炎のパンチで、よし、218経験値。陽介との勝負に勝ちました。640円手に入れましたね。さあ押しましょうかね。ピッと光って開きます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。お、いましたよ。アイティさん来ましたよ。僕の虫ポケモンが君と戦いたいって騒いでさ。ではでは早速だけど勝負だね。はい、勝負です。かっこいいアーティ、すげえ天然や。ホイが、おお、なんじゃこりゃ。じゃあ炎のパンチでいきましょう。よし、効果抜群。まずは一匹、石住まい、あいつですね。じゃあ炎のパンチ食らうかな。普通ですね。よしよし、いい調子、いい調子、その調子、その調子。お、レベルアップしました。ジェシーはレベル33に上がりました。よし、お、フレアドライブを覚えたい。忘れさせますとも。じゃあ空元気、空元気忘れさせましょうか。はい、
フラドライブを覚えました。母子守り、そのまま行きましょう。おお、なんじゃこりゃ、かっこいい。まさに虫の息だね。いやいや、そんなことないよ。じゃあ覚えたてのフラドライブ使いましょうかね。おお、強い。反動によるダメージ、1011経験値。おお、として終わり。2760円、勝ちましたよ。あー、負けちゃったよ。それにしても君すごく強いんだね。そりゃもう死ぬほど頑張ってますから。おお、なんかおしゃれやな、このバッジ。パカスポパカ、バイバイバイ。ビールドバッビートルバッジ、それにバッジを3個持っていれば、レベル40までのポケモンは言うことを聞いてくれるしね。お、虫の抵抗を手に入れました。おざましい76、うん、虫の抵抗はダメージを与えた相手の特攻も下げるんだよね。そういう何でもないようなことが大事だったりする。そうなんや。よし、というわけでいい感じで勝てましたね、ジム戦。よし、じゃあ帰ろうかな。よいしょよいしょ、はい、というわけでですね、というわけでですね、時間もいい感じですので、今回はここで、あーでもな、やっとこうか。ねえねえ、今どこ？お願いあるんだけど、ポケモン勝負しようよ。アイリスちゃんに鍛えてもらってちょっとは強くなったんだよ。もう自分のポケモンを守れるはずだから。じゃあ4番道路につながるゲートで待ち合わせしようね。それだけなんだけど、じゃあまたね。あ、こんだけか。オッケーオッケー。はい、というわけでね、ベルちゃんからのラブコールいただきました。はい、というわけで無事ジム戦も勝ち、ね、一件落着というか、まあ終わりました。というわけで次回、ベルちゃんとの戦いですね、乞うご期待ですよ。それじゃあまた、次回ご視聴よろしくお願いします。ちょいちょめ詐欺でした。ありがとうございました。